志布志港は、九州南部の鹿児島県東部に位置する港湾であり、重要港湾及び中核国際港湾に指定されている。現在は、国内有数の畜産地帯である、南九州地域向けの飼料輸入を主体とする港である。太平洋に連なる志布志湾の北端部にあり、東から本港地区、外港地区、若浜地区、新若浜地区に分けられる。 外交地区と若浜地区間を前川が、新若浜地区の西側には、安楽川が流れている。渋士には古くは、天智天皇が訪れ、前川、滞在先の主人の妻と次女が共に布を献上したことに感銘を受けた天皇が、上からも下からも、志として、布を献じたことは誠に、渋士であると言ったことからこの地域が渋士と呼ばれるようになったと言われる。 県城縁の岩は昭和末期の貸し工事で除去されてしまったが、一帯は今でも渋屋敷という地区名で呼ばれている。渋谷港は古くは渋室と呼ばれ、渋谷湾に注ぐ前川の河口がそのまま港として利用されていた。文献に最初に登場するのは1316年である。和港の拠点の一つとして利用されていたと考えられている。文読 慶長の役においては、島津市の拠点校の一つとなった。江戸時代中期は、薩摩藩の米の積み出し校として利用された。江戸時代末期、1827年から1848年にかけて行われた、図書広里による薩摩藩の財政改革に伴い、琉球を経由した新国との密貿易が行われるようになった。密貿易の膨大な利潤によって、 港は繁栄を見せ、渋士千県と呼ばれるほどであった。しかしながら、明治に入ると開国によって、密貿易の利順はなくなり、薩摩派による米の輸送もなくなったことから急速に衰退した。そもそも前川は、河口の根源島を挟む形で東西に分かれて、渋士湾に注いでいたが、西河口が浅かったため、大きな船は、東川口側から入り停泊し、 江戸時代には西側河口をすべて石堤で閉じて、権限島と包みに守られた川口港を形成していた。1907年頃になると大日本帝国海軍が演習のために寄港するように。これを機に地元ではかつての映画を復活させる機運が高まり、1911年頃から港湾整備に関する請願や測量などが行われた。鹿児島県は 財政事情によりしばらく手つかず、状態となっていた期間を乗り切り、1918年についに整備を決定。翌1919 19年12月14日に、築行機構式が取り行われた。この大正後期から昭和初期にかけての築行工事は、閉ざされていた西側加工を開き、逆に前川東側加工を塞いで、その東側の浜一帯に岩壁を含む、 近代的な港を築くものであったが、この時に現在の JR 鉄橋あたりを斜めに横切っていた西側川口の石堤が取り壊された。権限島の北端なお JR 鉄橋は実行工事を追いかける形で、ほぼ同時期に建設されたものである。実行は暴風や強い潮流のため難工事となり、当初の予算を上回る総工費85万2000円を要し、 1931年に完成した。4月8日に行われた春公式は多くの住民が参加し盛大に行われた。同年8月1日、西側防波堤に灯台が設置された。港湾整備に加え、宮崎県北郷までの渋士線の延長や古港線などが開通し、鹿児島県東部における交通の要衝となり、1936年に 地方公安に指定されている。当時の貨物取扱い量は年間約10万トンであった。1960年になると、大隅地方振興策の期間事業として、前川河口から安楽川、川口までの大浜海岸を埋め立てて、工業用地とする構想が立てられ、1968年に公安工事が始められた。1962年には、 国道220号が整備されるなど、地域の輸送拠点としての地位も高まり、1969年3月31日に重要港湾に指定されている。なお、権現島東側の築港は1960年代末の権現島西側の外港の建設開始とともに、本港地区と呼ばれるようになった。1977年外港地区から大型フェリー、サンフラワーが、 運行開始。サンフラワーはその後若浜地区の整備完了とともに、そこにターミナルを移動し、外交地区には A ラインマルエフェリーが就航している。1978年における貨物取扱量は約158万トンであった。1996年、九州で唯一の中核国際公安に位置づけられた。1999年の 海上コンテナ取扱い量は 3475TEU であったが2000年に正式に中核国際公安に指定されてからコンテナ取扱い量が飛躍的に上昇2004年におけるコンテナ取扱い量は約 59000TEU 一方2006年における貨物取扱い量は約1029000トンであった 新和歌浜地区のガントリークレーン2009年3月には新和歌浜地区の大型国際会場コンテナターミナルがオープン。2018年度のコンテナ取扱量は10万 TU 長となっている。また2011年5月には国際バルク戦略公安検討委員会第15回委員会にて鹿島高等と共に穀物部門における国際バルク戦略公安に指定され。 2020年時点で大型バルク積み船専用布団等が整備されつつある。ありがとうございます。